はい。どうもこんにちは。前回の予告ですと、フレッド・カプルスさんが、ゲストに出てくるというふうにお伺いしていたんですが、それちょっとフレディまで合ってるんですけど、うん、ちょっと違う方のフレディですよね。今ね、早く突っ込まないから膝伸ばして痛くなっちゃった。いや、見てるだけ楽しいので。それフレディ・マーキュリーさんという。フレディはね、オーガスタ行った時も、今55歳でしょ。今回も10位上がってくるんだし、うん、何年連続かで20位か10位とかやってるでしょ。もしかするとすまだ勝てんじゃないかって思わせるぐらいのプレーぶりですよね。やっぱりあんだけ長い間、うん、年が取るまでできるってことはね、うん、今からマスターズでやってる僕として必要なんですよ、はい、怪我しちゃいけないし、はい、無理なスイングしてないってこと。そうですね。でね、見ててもね、なんか軽くひょわんにゃフレディみたいな感じで、うん、じゃあやっぱり一つは上半身の力みがないっていうのは大きいポイントになりますよね。いつもこうやってね、こうそうですね、これ肩甲骨回して、まあ、こういうふうに常に手を上に上げたりとか、やってるわけやってるわけ。ところが足はこの前の前回のほら、はい、うん、あれと一緒、ババと一緒ですよね。ババと一緒でドタバタしないで、なんか突っ立ってみたいな感じで、はい、ペーンって打ってる、うん、ですから決してそれで腰を一切回してないとかっていうわけじゃなく、単純に膝のバタつきも少ないですし、しっかりターンはしてるんですけど、捻転差がしっかりできてるということ。じゃあね、ババとフレディのフュージョン、はい、フュージョンで打つから、はい、わかりました。ちょっと見てください。ババ&フレディ、ババワトソンとフレディがフュージョンさせて打ったらもうマスターズっていけるでしょ俺。まあ勝てるかもしれないですよね、うん、まあ世の中にどれぐらいの人がこれを見てそう思ってるかちょっとさておき、じゃあちょっとこれいくよ、はい、まずババの構えで、でそしてフレディのような上半身の力を抜いたまま、うん、打ってみる。かかとを左足に乗っけて、はい、上げないで、はい、さらに右足も上げないっていうのは、はい、前回ババね、はい、で上半身はフレディ、はい、いきます。うん、まあここまで実際じっとしていろんなものを喋りながらやるとですね、なかなかまあうまくはいかないと思うんですが、どこ行った？はい、左のラフです。あ、うん、でもそういうことですよね。要はいやいやいや、要はいい人を真似るっていうのはとても大事なことで、特にその2人、ただやっぱり着眼してらっしゃるポイントが素晴らしくて、こうフレディの場合は上半身 の脱力ですよね、うん、はい、でババの場合はまあオープンスタンスでこう実際に球を打っていくということで、まあ、あと2人に共通していることって何かというと、すいません、一応流れがありますので別に突っ込みたいところは山々なんですが、そこは無視してスルーしていきたいと思うんですけども、2人に共通しているのは何だと思います？一つ、英語がうまい、うん、ナイスミチューですね。あと何だと思います？アメリカ人、ちょっと祖先分かりませんけど、そうですよね、アメリカ人ですよね。あとは何だと思います？あとね、ラウンド中黙ってる、はい、まあこうやって続けていくとあと3年ぐらい正解出てこない気がするのでちょっと先言っちゃうと、実は2人とも、うん、構えたところまっすぐまっすぐ構えてまっすぐ飛ばしてるわけではない。2人もオープンだよ。だ実際オープンスタンスですよね。超オープンスタンスだよ、フレディも、はい、そして球が出ていくところってスタンス通りとかショルダーライン通りというわけではないですよね。ポニョンって言って、うん、パーンって右飛んでたり、うん、左引っ張ってたりなんか、はい、だから球が違う、まっすぐまっすぐ構えた方向に飛ばしてるっていう感じではなくて、自分が常に振りたい方向があって振ったら結果的に球がある程度スライドしていって曲がっていって結果的にフェアウェイのど真ん中に落ちていくというような狙い方ですから、常にど真ん中に向けて構えているわけではないということ、そして何か構え通りに球がまっすぐ飛んでるわけでもないということ、うん、なんだ、フレディ・ワトソン、よし、うん、フレディ・ワトソンちょっと無理があるかもしれませんけど、っていうか誰か いそうですよね、フレディ・ワトソン。バッバカプルス、バッバカプルス、多分フレディ・ワトソンがいると思います。で実際にじゃあ皆さんにとってみれば、特にドライバーを飛ばしていく要素の一つとしては、セットアップ通りにもちろん球が飛んでいくのが一番優しいかもしれないけども、自分が常に振り切ってかつそのバランスが取れているならば、多少自分のスタンスよりも右に出ても左に出てもいいやというぐらいのイメージを持っていただきたいんですよ、ね、とにかく振り切っていくということ、その無理して振り切るわけじゃなくバランスよく振り切って常に
少しでも同じような球の流れを掴んでいただければ、特に逆球が出ないというティーショットを掴んでいただければ実際飛距離も出ますし OB にもなかなか出ない。そこまで言うなら、うん、バッバカプルスさんちょっと打ってくださいよ。じゃあちょっとイメージとして今回のこのティーショットの総集編として、はい、何でしょう今何をしようとされたのかいまいちよく分かりませんが、何がやりたいの、はい、何がやりたいのか、まあ、さておき、じゃあ、まあ、あのまず目標は、まあ、フェアウェイのある程度漠然としたところ、はい、でスタンスは左に取ります。ラフトフェアウェイの境に取ります。あとはその間にしっかり振り切っていくように、まあ、スライスを打っていくイメージでいきたいと思います。もう適当です。もう構えた時にはもうポンポンポンで、オープンスタンス、はい、オープンスタンス左、はい、であとはこのままで、ふぅーバッホーブルッと、ちょっとスライスあんまりしませんでした。そのまままっすぐ飛んでしまいましたが、でも狙い、まあ、狙い通りです。ほぼあそこに僕は抜けていくので、あのバンカー方向に飛んでいって普通です。ですからまあ振り切ったところに球が飛んでいったという形になりました、うん、はい、なるほど、はい、そういうわけでまあとにかく計算しやすいもんね。そうです、ね、とにかく逆球を出さないって球になります。あのあれだけ振っていっても左には絶対曲がりませんから、はい、そう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 、と、うん、いうことになります。なので簡単じゃん。そうなんですよ。そしたらゴルフ、そうなんですよ。そしたらもうだったらもうだってあそこからあそこまで使えるんだから、そういうことです、そういうことです、そういうことなんです。余裕でしょ。こういうことをおっしゃっていただきました、ありがとうございます。なんだ早く教えないの。いや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 、これさえ、いや、もういや言ってきてるつもりではあるんですけど、この3年いろいろとなんですが、言ってないでしょ、言ってまあいいや、じゃあフレディカプルス、はい、じゃあフレディカプルスというわけで、とにかく、まあ、自分に自信を持って自分でまっすぐ狙うというよりは自分のラインを見つけて、自分のゴルフの球筋のラインを見つけて、それに対して常にセットアップして球を打っていく、持ち球で勝負していくということが一つ、やはりこうティーショットを成功させる大きな鍵になると思いますので、うん、ぜひ皆様も、はい、何かになりきって、上杉さんはしばらくは、ババカプルス、フレディ・ワトソン、どちらかで行くそうなので、はい、そういう形でちょっと皆さんイメージして、ぜひ、ご自身のプレーに役立ててみてください。ありがとうございました。Oh.